皆さん文学部行ってみたいと思います。まずは括弧一番長文読解、そしてその他今後の勉強法、こういう流れでいきますね。で今回扱う長文読解は要約問題、まあ、こちらサマリーと書きました。で皆さん要約問題どこを書けばいいんですか、まあ、そのヒントは AA 指定の定義でございます。例えばこういう感じで載っております。 Give only the main points not the details、 つまり詳細ではなく細かいところは置いといて主題もしくはテーマですね、これだけを扱ってくださいね、これだけは書いてくださいね、というのが要約問題の根本でございます。ですから皆さん細かいところ、詳細なところですね、この辺り皆さん一般的に具体例と言われております。ですから具体例は書かないでくださいね。じゃあ皆さんメインポイントはどこですか、つまり筆者の主張はどこに書いてあるのか。そうです、主張に関して筆者は対比を使って発信してくれますからね。皆さん対比という言葉聞いたことある方多いかと思います。もちろん英語にも存在してるんですが、国語なんかにも結構出ますよね。問題を解く際にヒントにしてる方多いかと思います。でもちろん英語の中にも対比は出てきますからね。じゃあ皆さんにとって馴染みのありそうな対比と言われたら、おそらくバットではないでしょうかね。しかしということですから、まあ、逆説と言い換えていただいてもよろしいかと思います。ですからバットを含んでる文章中に筆者の主張が隠れてるんですね。ですから分かりやすいのはこのバットを含んでる文章中、そこがまさに書くべき文章ですね。もちろん皆さん however でもいいですよ。しかしながらということで前後は反対です。で筆者は自分の言いたいことを、この単語を含んだ文章を使って我々にメッセージを投げるんですが、より一層主張を際立たせるためにこういう前振りを使う方もいらっしゃいますね。一つ目は情、そうです、情報逆説の関係、耳にしたことはありますよね。で英語の世界では具体的に of course てんてんてん but、 もちろんにゃにゃだが、 it is true、 そして to be sure、確かにうにゃうにゃだが、なるほどうにゃうにゃだが、こういうセット皆さん見かけませんかね。そして2番目、一般論前振りとして振っといて、その後逆説で筆者の主張を際立たせる。そうです、一般的にはこれこれこういう風に言われてるんですが、私はこう思いますみたいな感じですよね。ですから人々という表現、人々言ってます、人々はこう考えてます、でも私はというパターンを使ってきますからね。そして皆さん but however 有名かと思いますが、 in fact、 皆さん実際はという訳し方ですよね。でこれ皆さん in fact の左側と右側、それが皆さん逆反対の関係になってますよということは意識できているでしょうか。で皆さんこの文章ちょっとご覧くださいね。さあ皆さん in fact の左側と右側、年齢のところを見ていただきますと前後は反対になってますよね。そうです、年を重ねている方と年を重ねていない方、年を重ねている方と若い方ですね。ですからそういう例からも分かるようにインファクトは前後反対ですからね。ですから今から皆さんに一緒に解いていただくんですが、こういう情報逆説もしくは一般論逆説、こういったところを中心に読んでいくとですね、要約問題として書くべき文章、つまり得点につながる回答ですね、それは書きやすくなるかと思いますので、この後行ってみたいと思います。で皆さんひとまず一旦終了いたしますが、スクリーンショットをする方はどうぞ、もしくは後で戻ってきていただいてもいいですからね。ノート打つ方はどうぞ。じゃあ皆さん頑張っていきましょう。さあ皆さん説明の指示の一読をお願いします。でこの後画面を下に移しますね。さあ皆さん今からお読みいただく文章はこちらでございます。で皆さん要約の指示はこれですからね。でこの皆さん文末 can be の右側ですね。でここに続く表現を4語から10語で考えると、で本部に出てくる表現は使っちゃダメですよと。で皆さん自分自身の言葉で表現してくださいね。では検討をお願いします。でもちろん1行目から読み始めて、あっと思うのはここですよね。つまり一般論でございます。で皆さん文頭 for a long time、まあ、長い間ということで、皆さんこれが historical、歴史的と言ってることほぼ同じですよね。で皆さん一般論が出てきましたので、後ろに逆説、それが出てくるんじゃないかなと思って読んでいくと、皆さん in fact 出てきましたよね。で皆さん内容上こちらとこちら、まず一般論の方で2人はライバルだ、まあ、そういうふうに思われていたんですが、 in fact の右側こちらですよね。お互いの作品を尊敬し合ってた。ですから一般的に考えられているものですね、つまり歴史的解釈、そういうものは概ね違うんですよね。
まさに正反対。ですからそこを自分の言葉で4語から10語。それで欠けてあったら正解だと考えていただいて OK ですからね。ですから日本語で言うと歴史的な解釈というのは間違ってる可能性があると。で、それを英語で言うと wrong。もしくは誤解されてる可能性がある。英語で言うと misunderstood。で、皆さん時間が経てば一般論と違うような結論に達するわけですから。and then likely to be changed みたいな感じでまとめていただくのもよろしいかと思います。ですから自由英作文的な要素がございますので、皆さんいろいろ書くかと思いますが、おおむね多くの人々が思っているもの、それとは違うものになりやすいんですよ、というニュアンスが出てれば OK ですからね。参考になさっていただけますとよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。文学部の講義を言ってみたいと思います。まあ、ご存知かと思いますが、文化構想学部とですね、まあ、構成は同じになっておりますので、こちらの過去問で演習する方は多いかと思います。で、他に似たような学部はないのかというご質問もいただくので、もう少し視野を広げるならというところでいきますね。田辺さん、大前提となっているのはこれでございます。早稲田の全体的な勉強法ですね。それに関する解説動画はすでに存在しておりますので、まだご覧になっていない方は、そのリンク先を概要欄に貼っ付けておきますので、もしこの後お時間よろしければご視聴くださいね。さあ、カッコ1番、内容1問題。まあ、似ているのは人間科学部ですね。そしてカッコ2番、空小銃問題。単語レベルの空小銃は、教育、小、政治経済学部。そして一文レベルの空小銃は、上智大学はいい練習の場になるかと思います。そしてカッコ3番、会話。これも教育、小、政治経済学部に出題されておりますので、まあ、この空小銃問題も練習できますからね。おすすめはこの辺りです。そしてカッコ4番、要約問題。これはまず先ほど扱った通り、対比を活用しましょうね。で、皆さん練習はどうしたらいいですかということですが。これ、カッコ1番の内容1問題から4番の要約問題まで、このヤダッチとスタディですね。大学別の対策動画。まあ、もちろん、早稲田だけでなく、慶応とか上智、もしくは G 町、カンカン同立。このあたりでこの左側の全ての分野ですね、扱っておりますので、どうやって解いてるのか詳しく知りたい。というのであれば、こちらも活用なさっていただけるとよろしいかと思います。ですが問題集とうまく併用してほしいですね。ということで、一旦終了でございます。スクリーンショットする方はどうぞ。ということで、早稲田に向かって頑張りましょう。